会談を駅営したイギリス首相、ネビル・チェンバレン・ヘストン空港でのスピーチミュンヘン。会談は、1938年9月29日から30日に、チェコスロバキアのズデーテン地方貴族問題解決のため、ドイツのミュンヘンで開催された、国際会議。イギリス、フランス、イタリア、ドイツの首脳が出席。ドイツ系住民が多数を占めるズデーテンの自国への、 貴属を主張したドイツのアドルフ・ヒトラー総統に対しイギリス・フランス両首脳はこれ以上の領土要求を行わないことを条件にヒトラーの要求を全面的に認め1938年9月29日付で署名されたこの会談で成立したミュンヘン協定は戦艦機の融和政策の典型とされドイツのさらなる増長を招き結果的に 第二次世界大戦を引き起こしたことから一般には強く批判されることが多い。国家社会主義ドイツ労働者党はベルサイユ条約で失った領土の回復を呼びドイツ民族を養える土地をヨーロッパに求める考えを持っていた。1937年11月5日に行われた総統官邸の秘密会議においてヒトラーは東方からの脅威を減少させるためにも チェコスロバキアを消滅させる必要があると唱え、その領土からの食料で、ドイツ民族を養う考えを示している。1937年6月24日に、ドイツ陸軍参謀本部は各国への侵攻作戦の策定を開始した。その中でもチェコスロバキアに侵攻する計画が、緑作戦である。特に、チェコスロバキア西部のズデーテン地方はドイツにとっても、 重要な目標であった。この地方はチェコスロバキアでも有数の工業地帯であり、シコダ財閥をはじめとする多くの軍需工場が立ち並んでいた。また多くのドイツ系住民が居住していた。チェコスロバキア政府はドイツ人の独立運動を警戒し、ドイツ人を公務員に登用することを禁止する措置をとっていた。そのためズデーテン地方のドイツ人政党である。 ズレーテンドイツ人島はチェコスロバキアからの分離とドイツへの併合を唱えていた。ドイツのヒトラーは、かねてからズレーテン地方のドイツ系住民はチェコスロバキア政府に迫害されているとしており解放を唱えていた。この際に持ち出されたのがベルサイユ条約の基本となった14箇条の平和原則にある民族自決の論理である。 また、チェコスロバキアの東半の領土であるスロバキアとカルパティアルテニアはかつて北部ハンガリーと呼ばれており、トリアノン条約によってチェコスロバキアがハンガリーから奪取した経緯があった。ハンガリー王国は北部ハンガリーの回復を狙い、領有権を主張していた。さらに、チェコスロバキア北部にはポーランドとの係争地が存在した。一方で、 チェコスロバキアは1924年1月25日にフランスと相互防衛援助条約を結んでおり、1935年5月16日にはソビエト連邦とも相互防衛援助条約を結んでいた。このため、チェコスロバキアへの領土要求は世界大戦を発生させる懸念があった。1938年3月にドイツはオーストリアを併合し、 ズデーテン問題はドイツの次なる外交目標となった。1938年4月24日、ズデーテンドイツ人党党首コンラートヘンラインはチェコスロバキア政府に対しズデーテン地方でのドイツ人の自治と地位向上を求めた。5月7日、イギリスとフランスの講師はチェコスロバキア政府に対しヘンラインの要求を受け入れるよう求めた。 これを介入の後期と見たヒトラーは、国防軍最高司令部のビルヘルム・カイテル大将に、チェコスロバキア進行計画、緑作戦の策定を督促した。5月20日に、緑作戦は完成し、ヒトラーに提出されたが、軍の見通しは弱気であり、ヒトラーも一旦は、チェコスロバキア進行を見送った。しかし5月20日、ドイツ軍の動員情報を得たチェコスロバキア軍が、 予備役兵1万7千人の動員を開始し、情勢は緊迫化した。5月23日、ドイツ外務次官バイツゼッカーは、チェコスロバキア講使に対し、チェコスロバキア侵攻はないと言明した。世界には戦争の危機が去ったという雰囲気が流れ、小国チェコスロバキアが、ヒトラーの意図をくじいたという新聞報道が多く、見られた。ヒトラーの副官を務めた。 フリッツ・ビーデマン注意は外国の新聞による無用の挑発がヒトラーを戦争計画に踏み切らせた。その後彼は武力によるチェコ問題解決に熱中するようになったとしている。5月28日、ヒトラーは総統官邸に西軍の幹部を集めチェコスロバキアを地図から抹消する決意を伝えた。5月30日、緑作戦準備が発令され、 10月2日までに戦争準備を完成させるよう命令された。同時にイギリス・フランスの攻撃に備え、ジーク・フリート戦の強化も行われた。ヒトラーはイギリスとフランスが介入しないという確信を持っており、幹部にもそう伝えている。しかし、ドイツ陸軍参謀総長、ルートビ・ヒベック上級大将は、 フランスやイギリスの介入による欧州戦争の発生を危惧していた。当時、陸軍総司令官、バルター・フォンブラウヒッチ上級大将をはじめとする軍幹部は、対チェコスロバキア勝利は考えられるが、欧州戦争には勝てないという見通しを持っていた。ベックは、軍幹部を説得して、ヒトラーに進攻を思いとどまらせる、よう計画するが、軍幹部はヒトラーへの反逆には、 消極的であった。ベックの立てた計画は、ヒトラーが戦争を回避しようとしない場合には、軍幹部が一斉に辞任することで開戦を不可能にする、将軍たちのストライキや、ヒトラーを逮捕し、軍が一時的に権力を握って、開戦を妨げる、などであったが、結局、計画を実現するだけの同調者を軍内部に確保できず、8月18日に、 参謀総長を辞任した。ベックラは、対チェコスロバキア海戦のタイミングを見計らって、ヒトラーを逮捕する計画を固め、8月18日には、ロンドンに密集として、エバルトフォン、クライスト・シュメンツィンを送り、チェンバレンやチャーチルに、対独強硬姿勢を取ることを勧告した。しかしチェンバレンは、戦争を止められるのはヒトラーだけであると判断しており、強硬姿勢は、 ヒトラーの立場を弱めるとして受け入れなかった。攻撃を決定したドイツは、チェコスロバキア国内への工作を開始した。また、戦争準備を進めるドイツ軍の状況も世界に伝わり、ズレーテン情勢は緊迫を増した。9月6日、ニュルンベルクでナチス党の第10回党大会が開催された。この党大会の最中に、 ヒトラーがチェコスロバキアに対する最後通調を行うのではないかという観測が流れ、チェコスロバキアからドイツに避難するドイツ人も多くなった。9月7日、ズデーテンドイツ人党はチェコスロバキア政府の情報案を蹴り、交渉打ち切りを通告した。9月12日、ヒトラーはズデーテンドイツ人の公正な処遇を求める演説を行った。宣戦線布告はなかったが、 翌日の9月13日には自治を求めるドイツ人がデモを行って警官隊と衝突しプラハで非常事態宣言が出される事態となった。イギリス政府はヘンダースン中毒大使を介してゲーリングに英仏による仲介を呼びかけたり政府からのヒトラーへの報復措置を封じるなどの様々な呼びかけを行っていた。当時ヒトラー自身は強気の態度をとり イギリスの介入はあり得ないと読んでいたが、内心かなり不安だったようで、ハンス・フランクに、白氷を踏んで深淵を渡る心地だ。だが、深淵は超えねばならない。とその心境を吐露している。これを憂慮したフランス首相、エドアール・ダラディエは、イギリス首相、ネビル・チェンバレンに、ヒトラーを含む、首脳会談の開催を提案した。チェンバレンは戦争回避のため自ら、 ドイツに出向いてヒトラーと会見する意思を固め、9月15日にベルヒテスガーデンでヒトラーとチェンバレンによる英独首脳会談が行われた。次の首脳会談までの間武力行使は行わないというヒトラーの約束を取り付けたチェンバレンは内閣と協議するため一時帰国した。一方でフランス及びチェコスロバキアと相互援助条約を結んでいたソビエト連邦は、 ルーマニア領とポーランド領をソ連軍に通過させることを条件としてチェコ支援の姿勢を示した。しかし、ベッサラビア問題でソ連と係争中のルーマニアはソ連軍を公然と領土通過させることを認めなかった。また、フランスも反共感情が強いイギリスに配慮する必要があった。上に、 大粛清で国力が低下していたソ連に頼ることはできないと考えた。ソ連もやがてチェコ問題に介入する熱意を持たなくなった。チェンバレンはチェコスロバキアに譲歩させて戦争を回避する腹を固め、9月18日にフランス首相ダラビエと外相ジョルジュ・ボネをロンドンに招いて協議し、ダラビエもチェンバレンの意見に同意した。9月19日に プラハ駐在のイギリスとフランスの講師は、チェコスロバキア大統領エドバルド・ベネシュに、ズデーテン地方のドイツへの割動を勧告した。さらに原存の軍事的条約の破棄も通告された、ベネシュは、一時これを拒絶した。しかし、無条件で勧告を受諾しない場合、チェコスロバキアの運命に関心を持たないという強硬な、イギリス政府の通告により、9月21日、 チェコスロバキア政府は、韓国を受諾する声明を行った。翌日チェコスロバキアのミランホッジャ内閣は、総辞職し、ヤンシロビー内閣が成立した。この成果を携えて、22日にチェンバレンは、ゴーデスベルクでのヒトラーとの会談に臨んだ。しかしヒトラーは、ズレーテン地方の即時占領を主張し、また同日に、ハンガリー王国がスロバキアとカルパティアルテニアを、 ポーランドがチェスキー、チェシーンの活動をチェコスロバキアに要求していることを口実にチェンバレンの調停を拒否。会談は物別れに終わった。チェンバレンはヒトラーの強硬姿勢に驚き、外交的圧力のためにチェコスロバキアに動員の解禁を通告した。後にデビッドロイド・ジョージ元首相がソ連使 C1 マイスキーに語ったところによると、 この時期チェンバレンが元首相スタンリー・ボールドウィンからあなたはどんな侮辱を受けても戦争を回避しなければならないという助言を受けていた。ボールドウィンはイギリスの戦争準備が不十分であることを指摘し戦局が悪化すれば大衆の感情が悪化しあなたと私たちを街頭の電柱で公主刑にするだろうと告げている。ロイド・ジョージはチェンバレンは この助言の影響を強く受けたものと見ている。また外相ハリファックス博は、イギリス世論で平和主義が広がり、何よりも戦争回避が優先されたために強行策が取れなかったと回想している。23日、チェコスロバキアは、総動員を布告した。ほぼ同じ頃、ドイツは、ズレーテン地方の即時割動を要求した。 要求には即時活動地域から9月28日までに、チェコスロバキア軍、警察、管理の即時退去させること。ただし家畜や産業資材などの動産の移動負荷も指定しており、一方的な最後通告であった。24日にフランスは条約に基づいて14個師団の動員を開始した。25日、チェコスロバキアは要求を拒絶し、 英仏両国の支援を期待した。しかし、フランスのボネ外相が1938年にドイツに改戦したところで1940年の敗北が2年早く訪れただけだと回想するように英仏の戦争準備は整っていたわけではなかった。また、フランスの新聞の大勢が戦争回避を訴えていたようにチェコスロバキア用語のために 第二次世界大戦を始めるべきという意見は、大衆の中においては極めて少数派であった。9月25日から26日の間に、英仏首脳は会談し、フランスがチェコスロバキアとの同盟関係の上で、ナチスドイツに参戦した場合、イギリスはフランスを支援することを確認した。チェンバレンはヒトラーに新書を送り、ヒトラーとベネシュの会談を仲介する考えを伝えた。 しかしヒトラーは9月26日に少数民族の問題が解決すれば、チェコの領土に関心を持たないことを保証する。我々は一人のチェコ人も欲しくはないと声明し、ベネシュ大統領を激しく非難するのみで交渉を拒絶した。さらにヒトラーは9月27日、9月28日午後2時までに、領土引き渡しが行われない場合、 チェコに侵攻する意志を英仏に伝え、英仏がそれに対して介入を行うと警告しても、それでは我々は皆、来週には戦争に入るだろう。と同喝し、交渉は暗礁に乗り上げた。フランスのボネ外相とチェコスロバキアのベネシュ大統領は、アメリカの仲介を望んだが、孤立主義者に配慮したアメリカ政府からは、はかばかしい反応は返ってこなかった。 一方で、フランクリン・ルーズベルト大統領は、イタリアのベニート・ムッソリーニ首相に仲介者となる、要要請する新書を送っている。また、ソビエト連邦はチェコスロバキアをフランスが、軍事的に支援する場合にはソ連も支援を行うという声明を行っている。イギリスの内閣ではチェンバレンがドイツに、ズレーテン地方を渡すべきだと唱え、外相ハリファックス博や、 ダフクパー海軍大臣は反対したもののヒトラーの人格を信頼するようになったチェンバレンは受け入れなかった。この間にイギリスの陸海空三軍の参謀総長は戦争となった場合にチェコ防衛は不可能であり陸と空においてドイツ軍が優勢になり戦争は長期化が避けられないという見解を内閣に示している。ミュンヘンに集まった 英仏独位の首脳。左から、チェンバレン、ダラディエ、ヒトラー、ムッソリーニ、チャーノ意外賞9月28日午前10時、イタリアのベニート・ムッソリーニ首相が仲介に入り、イギリスのチェンバレン首相、フランスのダラディエ首相、イタリアのムッソリーニ、ドイツのヒトラーが集まり会談を行う提案を行った。ヒトラーは汚託し、開戦の延期を声明した。 報告を受けたイギリス議会では大歓声が起こり、戦争勃発の懸念から低迷していた、ニューヨーク株式市場も一斉に、反発値上がりした。9月29日、ミュンヘンで4カ国の首脳による会談が行われた。チェコスロバキア代表のヤンマサリク中英大使と、ボイチェフ・マストニー中毒大使は、会議には参加できず臨室で待たされた。ダラディエは会議直前に、 すべては英国人次第だ。我々彼らに従う他ないと発言している。翌30日午前1時30分に会談は終了し、4カ国によってミュンヘン協定が締結された。ドイツの要求はほとんど認められ、ハンガリーとポーランドの領土要求にも配慮された結果となった。臨室で待っていたマサリクとマストニーには、チェンバレンによって会談の結果が伝えられ、 協定書の写しが手渡された。この時、マサリークは落胆のあまり涙を流したが、チェンバレンは大きく二度三度あくびをしたという。この一連の国際会議を、ミュンヘン会談という。分割されるチェコスロバキア。一は、ドイツ要求地域。二は、ポーランド要求地域。三は、ハンガリー要求地域の南部スロバキア。四は同じく、カルパティアルテニア。 5は、チェコ。6は、スロバキアドイツ、イギリス、フランス、イタリアは、原則としてすでに、ズデーテン地方のドイツへの譲渡について合意しているが、その遂行について以下のように協議した。この協定の遂行に、各国は責任を負う。退去は1938年10月1日から開始される。イギリス、フランス、イタリアは、 チェコスロバキア政府が退去について1938年10月10日までに、域内の動産の破壊を伴わず完了させる、責任を負うことに同意する。退去の詳細は、イギリス、フランス、イタリア、チェコスロバキア、ドイツの代表で構成される、国際委員会の裁定により定める。ドイツ軍の占領は1938年10月1日より、開始される。 占領地域は4つの地域に分けられ、次の順序で占領される。の地域は10月1日から2日に、の地域は10月2日から3日に、の地域は10月3日から5日に、の地域は10月6日から7日に占領され、その他のドイツ人が多数居住する地域は前述の国際委員会の承認の上で、10月10日に占領される。国際委員会は、 人民投票を行う地域を決定する。投票の完了までは国際機関に統治される。人民投票の方法はザールでの方法を修正して行う。国際委員会は投票日を11月末までの間において設定する。国境の最終的な確定は国際委員会によってなされる。同委員会は4つの列強。 ドイツ、イギリス、フランス、イタリアに勧告する権利を持つが、些細な民族史学的な判断については、人民投票なしに国境を確定することができる。住民の上都地域内外への移転選択権は、本協定成立の日から6ヶ月以内に行使されるものとする。ドイツ系住民の委員会は、この際に起こる問題の詳細を検討し、解決する。 本協定成立4週間以内に、チェコスロバキア軍と警察は、退役したいと望むズデーテンドイツ人を退役させねば、ならない。また、チェコスロバキア政府は、政治犯として収監されているすべてのズデーテンドイツ人を釈放しなければならない。協定の結果、ズデーテン地方は1938年10月1日から、同産諸とも、ナチスドイツに即時割上すること。 加えて、その他のドイツ人が優勢を占める地域は、国際委員会の裁定により、人民投票によって、所属を決定することが定められた。軽装地域の多くの住民がドイツを支持している、状況でのチェコスロバキア単独の対独戦争は、さすがに無理があり、9月30日、チェコスロバキアのヤンシロビー首相は協定受諾声明を行った。同日午前、 チェンバレンはフランスに無断でヒトラーと会談を行い、英独海軍協定こそが両国相互付戦の象徴であるという英独共同宣言を行った。これによって戦争の危機は回避され、チェンバレンやダラディエ、ムッソリーニは熱狂的な歓迎で本国に迎えられた。9月30日、ロンドンの飛行場に降り立ったチェンバレンは空港を埋め尽くす歓迎の群衆に 英読共同宣言の文章を振りかざしてみせた。同日夜の首相官邸のバルコニーでの演説では、我々の歴史の中で名誉ある平和が戻ってきたのはこれで2回目である。これは我々の時代のための平和であると信ずると語った。10月1日には、ナチスドイツはズレーテン地方に進軍した。10月5日、ドイツ外相リッペントロップは英仏に対し、 協定にある10月10日までに併合されるドイツ人が多数居住する地域は1918年の時点でドイツ人が50%以上住んでいる地域であると確認を求めた。英仏はこの要求に応じチェコスロバキアは住民投票を行うことを断念した。チェコスロバキアは国境地帯の要塞とシコダ財閥の軍事工場をはじめとする工業地帯を失い、 さらに多くの資産を失った。また、ポーランドは12月1日に、テッシェンを獲得した。しかし、ハンガリーは、協定に不服であり、軍の動員を行って、チェコスロバキア政府と交渉を続けた。後に第一次委員裁定により、国境問題は一時解決するが、チェコスロバキア国内の民族主義が沸騰し、分離運動が活発になった。パリでは、街の一つに、 チェンバレンという名前が付けられ、街路にはダラビエやボネの名が付けられた。フランスの大衆紙、パリソワールは、協定成立を実現した、英仏の閣僚に別荘を送ろうというキャンペーンを行い、数日間のうちに60億フランが集まった。一方で、フランス共産党や各党の一部に反ミュンヘン協定派も存在している。イギリスでは、チェンバレンの支持が高まったが、 労働党の指導部や保守党のウィンストン・チャーチルやアンソニー・イーデンといった対独強硬派の反感は強まった。閣内でも協定に反対したダフク・パー海軍大臣は辞任している。一方戦争を回避してズレーテン地方を獲得したヒトラーは冒険的な外交を行ってもイギリスやフランスが戦争に訴えることはないという確信を持つに至った。 後のポーランド侵攻に際してもヒトラーは、英仏の介入はないと判断している。また、ヒトラーの立場は、確固としたものとなり、ベックラの反ヒトラーグループは、潜伏を余儀なくされた。後に、彼らのグループは、当局から黒いオーケストラグループと呼ばれ、1944年7月20日に、ヒトラー暗殺未遂事件を発生させることになる。ソビエト連邦は、 チェコスロバキアの隣国であり、相互援助条約を締結していたにもかかわらず、協定にほとんど関与できなかった。イギリス側はソ連に対して、努力を行ったと弁明したものの、ソ連を蚊帳の外に置いて、数軸国と交渉を行った。英仏に対するソ連指導部の不信感は強まり、後の独ソ不可侵条約の締結につながった。 アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領は当初はミュンヘン協定を支持していたものの10月19日にはミュンヘン協定が戦争への道を開いたと延べ軍事力の拡大とフランスへの軍事援助拡大政策を取ることになるしかしモンロー主義の立場を取る政治家からの非難を受け孤立政策の継続を余儀なくされた翌1939年3月 ナチスドイツは、チェコスロバキア国内の独立運動を煽って、スロバキア共和国とカルパトウクライナをチェコスロバキアから独立させた上で、残るチェコに侵駐した。さらにカルパトウクライナはハンガリーに併合され、南部スロバキアもハンガリーに編入された。9月1日にはチェコは、米面メ,メレン保護領として、ドイツの統治下となった。ここにチェコスロバキアは、完全に消滅し、 ミュンヘンの平和は半年も続かず終焉した。ドイツの行動によってミュンヘン協定は事実上空分となったが、チェコスロバキア亡命政府の働きかけによって、イギリスが最終的にミュンヘン協定の無効、戦後のチェコスロバキア復活を宣言したのは1942年8月5日のことであった。戦後ズデーテン地方のドイツ人の大部分は、 国外追放され、現在ではほとんど残っていない。1973年1月21日に、ドイツ連邦共和国と、チェコスロバキア社会主義共和国間で締結された、プラハ条約の第一条では、ミュンヘン協定は無効とみなすと、宣言されている。しかしドイツ連邦共和国側としては、ミュンヘン協定は、1939年3月15日、 までは効力を有していたという立場をとっていた。これは、プラハ条約の交渉段階で、チェコスロバキア側が、この解釈の余地を持った、ドイツ側の走行を認めてしまったことに端を発すると、意見もある。1991年2月27日に、締結された、ドイツ・チェコ全林友好条約の交渉では、この点が議論となり、 プラハ協定の無効措置が再確認されている。ミュンヘン会談の結果は、その後のナチスドイツの増長を招き、第二次世界大戦勃発の要因の一つとなったと、みなされている。後のイギリス首相チャーチルは、直後の議会演説で、すべては終わった。見捨てられ、打ちのめされたチェコは沈黙と悲しみに包まれて、闇の中に退場する。我らの守りは恥ずべき。 無関心と無能にあったこと。我らは戦わずして敗北したこと。その敗北が後にまでを引くことを知れ、これは終わりではない。やがて、我らに回ってくる大きなツケの始まりに過ぎぬ。と非難し、著書、第二次世界大戦会語録の中で、第二次世界大戦は、防ぐことができた。優和策ではなく、早い段階で、ヒトラーを叩き潰していれば、 その後のホロコーストもなかっただろう。と述べている。当時の中英ソ連隊 C1 マイスキーは、イギリス外務次官のアレクサンダー・カドガンとの会談で、近いうちに、新たな、はるかに深刻な、ヨーロッパの紛糾が起こると非難するが、カドガンは一応協定を弁護しようとしたものの、最終的には、マイスキーの意見に同意している。一方で、 融和政策ではなくナチスドイツを叩き潰そうと強行策を取ったにせよ第二次世界大戦は防ぐことができなかったであろうという意見もある。ミュンヘン会談の際に英仏がナチスドイツに譲歩したのは戦争を回避するためだけでなくナチスドイツの勢力拡大よりもソビエト連邦の共産主義の方が脅威と考えドイツに譲歩することによって ここ先をソ連に向けさせ牽制させようという思惑があったことが最大の理由だったと考えられている。英仏はいずれにせよ対独回線は避けられないと考えていたが、戦争準備のための時間稼ぎの必要性から情報を行ったという可能性も指摘されている。しかし、ドイツの再軍備は1935年に本格化したばかりであり、この時点では不十分であった。 開戦時期が早いほど、戦力的に連合軍が有利となるはずであった。イギリスの軍備不足についても、協定反対派のクーパー海軍大臣は、当時のイギリスの閣僚の中で、戦争となった場合ドイツに勝つことを疑っていた、閣僚はいないと反論している。開戦により、西方から攻められた場合、ドイツがそれを防ぐことはできなかった可能性は高い。また、 チェコの工業地帯を獲得し、当時自国で生産していた、軽戦車に匹敵する戦車及びその生産施設を得たことは、ドイツの戦争計画にとって大きな力ともなった。ありがとうございます。